割れってそもそもどういうものか教えてもらっていいですか。悪い場合のスイングとかだと、はい、こう構えてて打ちに行くよね。はい、でその時にこういう感じ。ああもうわかる。はいはいはい、こういう感じ。はい、極端にやってみるよね。いい場合、はい、お一目瞭然だと思うんだよね。そうですね。割れがない方はもうバットが出てきてしまい力も緩んでしまっているようです。まずつま先を揃えて、はいはい、その状態から構えて、はい、めっちゃ不安定です、うん、ここからボールが来たと思って、はい、打ちに行ってほしいんだわ。はい、うん、はい、じゃあ早速素振りちょっと教えてもらっていいですか。はい、まずこれ右手と左手で、はい、片手ずつで振るんだけど短めに持って最初肩にかっつくんだよこうやって、はいはい、くるっと正面向いて、はい、ストンと落とす、はい、こうね。右手は腰のあたりね、はい、腰のあたりに置いといてバットで、ここからこう腰を回して回すと同時にバットもこっち持ってると、でこういう軌道を描く、こう、ね、こういう軌道を描く、はい、バットがこう手がね、手の甲がこうこう返っていく感じ。はい、わかった。こう返っていく感じ。うん、これを意識して、はい、まあ、腕を押さえて動かないですね、はい、こういうふうに、こういうふうに、これは平行を保って、平行、右手は平行、平行、この2つの動作を一緒にする、はい、すると、こういうふうになる、こう出てる、肘が前出て、こう出てる。フォーは出てこないんですが、はいはい、ロアスイングになる人っていうのはどうしても押し手が強いからこう回るんだよな、開いちゃってる感じ。そうそう、平行に肩を回して、はい、トン、はい、平行に肩を回してトン、はい、下ろすっていう。なるほど、ハンドを使って両腕の使い方を刻み込んで、何だろう、はい、インコースをうまくこう打つ方法、うん、コツを教えてもらいたいな。なるほど。ど真ん中思いっきり振ると。おうおう、インコースでも何でも、うん、ここに当たるやろ。インコースね、ここ、ここ当たるやろ、ドーン。まあインコースも当然2パターンあって、はい、まあ1つ目は狙い打ち、はいはい、2つ目が、まあ、追い込まれた時の対応、うん、はい、インコースを打つ時に心がけている意識は、はい、振らない。要は振ろうとすると、はい、人間ってやっぱ力みを生むんですよ、はいはい、でインコースって絶対力んじゃいけないですから。力むとなんでダメなんですかね。こう打ちに行った時に振りに行こうとするとボールがもう一個手前に来てるだけで結構差し込まれますから、はいはい、前に出す時のコツとしては、まあ、僕左バッターなんであれなんですけど、左腰と左肘、これをスッとこう前に出す、この形をまず作る。で、あとは脇も締まってますから、すでに伝えてるパワーを利用して回るだけです。インコース狙い撃ちするときは、はい、力まないことが大事なので、グッと打ちに行かないで、うん、間だけ測って、はい、スッとバットを出すっていう、左腰と左肘をスッて前に出して、うん、あとはそのパワーを使って回転をして力まずに回転して打つと、うん、いうリラックスしてて早く出すっていうことにおいては、はい、やっぱり脱力が一番スピードが速いですから、うん、こうリラックス力入れるみたいな、はい、ちなみにそれ、まあ、待ってるとき狙ってるときはそれでいいと思うんですけど、うん、追い込まれてインコース来たとき、はい、要はそこだけに絞りきれないときね、はい、要はアウトコースとか、はい、意識しなきゃいけないでしょ、はいはい、インコースに意識があったらやっぱアウトコース届かないから、はい、それでもインコースに来たってなったら、はい、俺は
多少詰まってても、はい、体とバットを回転させてファールゾーンに、うん、ファールゾーンに打っても OK、はい、でこう厳しいところに来たらやばいっつってすぐ出して、うん、はいみたいな。やっぱ追い込まれてインコース厳しいところ来たらやっぱ打てないよ綺麗には。あ、うん、そもそもその、ね、綺麗に弾こうとも思ってないし、うん、ただそのちょっと甘めに入ったら捉える。で、タイミングさえ、間に合えばこっちに引っ張るっていうね、うん、あのファールに逃げて、はい、で間に合わんってなったらもう意地でもバットに当てて逆方向にファールするっていう、もうそういう感じ。うん、あの低め、うん、まあ、低めの打ち方ってあるんですか。うん、これ今ヘッドがねグリップよりも上がってると思うし、はい、ね、こうね、はい、上がってるんだけども、これが基本形です。で、こっからこの形が高めとか、はい、低めと。それ何を変えました今。角度、肩の角度、真ん中の形、ここの形がこうなったんですね。こうなるんです高めの場合は、はい、この左肩が下がったからっつって、はい、ヘッドが下がるっていう理屈はまずない。こう低めをトライに行ってるでしょ、はい、トライに行ってるよね、はい、これが平行になったらこうなるわけだ、はい、ね、高めをしばきに行った時に、はい、ちょっと戻したら戻るわけだ。真ん中の打ち方と一緒なの結局、高めも低めも全部アウトコースもインコースも。へえ、まあ、真ん中の、ね、はい、ところで合わせたところから、はい、グッと下げていくんだよ。下半身で潜り込みながら潜り込みながらその体操を作ってくれる。あの低めのボールを打つときはやっぱ上半身だけでいっちゃダメだ ね肩とヘッド の、あの角度は全部一緒だって話はしたけども、このヘッドがこう立つことがヘッド立つじゃない、下がってるように見えるんだけど、これはしっかりとしたヘッドが効いてるボールに負けない角度になってるんだよね。ヘッドが寝てると負けやすくなってしまう。負ける。やっぱ低めって打つのがまあ一つ難しくなるんだよね。あ、うん、あの両面振りって言うんだけど。両面振り。そう、はい。こっちの面とこっちの面を打ち抜くようにして振るんだけど、ヘッドを効かすためのリストの使い方。はい、うん、こうね、打つ時もこうパンってさ、はい、クッてこう返る。ヘッドを効かすにはやっぱ手首、リストを使わなきゃいけない、ね、そう、リストの柔らかさと強さ、ああ、これ大事になってるんだけど、はい、硬い人ってヘッド自体もそのまま出るんだよね。ああ、で、あとトップの位置、はい、自分のトップの位置どこなんだろうってもし思ってんだったら、はい、この練習はすげえ効果的、うん、まず肩幅より広く取って、はい、で、まあ、右打ちの人だったら、まあ、通常通り右に構えて、はい、左打ちの人だったら左に構えてやるんだけども、両面振りっていうように両方振るのね、リズムよく、はい、足を使って、まあ、実践してみるわ、はい、いくよ。まず左バージョンね、はい、今度は右バッターの握りをするので、同じように振るの、逆手で持つことで、はい、ヘッドの抜けを確認できる、はい、これがヘッドが走るってことかっていう。なるほど。だから普通の手の時もその感覚を自分の体の中に刻み込んでいくのがスッと、はい、ここからスッとこう振っていける感覚を養っていけて、でさらにさっき言ったトップの話なんだけど、はい、今 両面振り見てもらって分かったけど、両方こうやって8の字に振るでしょ、はい、で、この瞬間、ここトップなの。変化球でタイミングが前後にずらされた時に、あのなるべくヘッドを残す、はい、うん、そのテイクバックの段階でこのトップの位置をしっかりと残ってる状態をキープするっていうことを意識してる。このヘッドを残すことを意識することによって多少体勢が崩されてもこれ残ってるから、こう出たらなんつうかこう対応ができなくなる。
待ってて、ここが崩されたら、この位置、グリップがもう出てきちゃったら、はい、ここからシンカーするのか、フォークなのか、スライダーしてくるのかで対応できなくなるんだけど、こう打ちに行って、あ、変化球来たと思ってこう行ってしまったとしよう。だけど開かず残ってたら、はい、ここの今グリップで持ってるヘッドの位置で残ってるんですよ、これね、はい、でこれが残ってるだけでトンと拾える、うん、要はこう普通に振ってるのと同じインパクトを与えられる。そこにさえあれば、ありとあらゆるボールに対応することは可能なんだけど、はい、パチンコでパンと離したらさ、もうそこしかいかないでしょ、はいはい、それと一緒でヘッドが出ちゃったら、はい、もう振る位置がもう限られちゃうんだよ、うん、だからトップの位置を、トップヘッドの位置をしっかり残しておいて、うん、変化球でも肩を開かずに捉える可能性を残しておく。